皆さん、こんにちは、岡です。今日はね、ちょっと、昼に一回帰宅して、またこれから出かけるんだけど、面白い話ではないな。面白い話ではないんだけど、まあ、感慨深いかな、というか。まあ、報告も含めた、お話をします。で、できれば10分以内に抑えたい。ほんと、強いて言えば5分ぐらいで、ちゃっちゃと終わらせたいんだけど、多分5分で終わらない、そんな話なんで、まあ、ちゃかちゃかと、適当に、パッパッパッとやりますんで、わからないところとかは質問とかしてください。まあ俺がね、早く喋ればいいだけの話なんだけど、まあ、簡単に説明するとね、今日、俺に朝、お母さんの時間が取れる時でいいんで、報告したいことがあります。というか、相談と報告がありますってことで、まあ連絡来たから、1時間ぐらい、まあ取れるかなと思って、まあ、その人は割と俺に相談とかする人だから、いいよ、なんかあったって言ったら、いや、今までお母さんからいただいていた、まあ、ちょっとしたお手伝いのお仕事。お仕事って言うほどでもないんだけど、お金があんまり発生しないから。まあ、半ボランティアだよね。ボランティアなんだけど、たまに謝礼がもらえる、みたいな、のがあって。まあ、中には俺の、このトーク動画を聞いてる人で、ああ、あれのことねって、知ってる人はいると思うんだけど、何人かには紹介してるんで。で、その、お仕事、っていうのかな、お仕事なのかよくわかんないんだけど。まあ、仕事だね。一応、仕事。仕事兼ボランティアみたいな感じを、正式に、なんだろう、社員とかじゃないんだよ。まあ、正式に働くことになったっていうか、正式な受け負いというかなんか、なんていうか、正式に仕事をいただくことになりましたっていうことになって、ほうと思って、マジ？俺全然その話聞いてないんだけどって。だいたい俺のところに入ってくるからさ、俺を通しての仕事みたいな感じだから、マジで？つって、俺の社員に出世したね、みたいな感じで。出世したのかよくわかんないけど。で、そんなにね、その相談者、まあ、A 君っていうことにしとこう。だいたい出てくる、A 君。その、A 君からすれば、そんなに頑張ってるっていうイメージなかったから、まあ、それなりに頑張ってたんだろうけど、なんか、お給料が発生するから、給料に見合った仕事をしましょう、みたいな感じじゃなく、まあ、気楽にやって、たまに褒められればいいぐらいかな、みたいな。ちょっとその人、仕事うまくいかずに辞めちゃった人で、まあ、ハンニートみたいな感じ。いや、ハンでもないな。ゼンニートか。どっちなんだろう。まあ、ちょっとした引きこもり。なんていうの。ドロップアウトしちゃった人なんだよね。で、なんて言うんだろう。本人からすれば何か少しでもやれることがあるならば、みたいな感じで、まあ、社会経験を積むためっていうのが目的なんだよね。まあ、ブランチャーでもさ、なんかちょっと小さなさ、例えば作業所みたいなところでもさ、どっかに行くことによってさ、少しずつさ、何かを積めるものってあるじゃない。あとはまあ、辞めてしまった仕事でも、まあ、ブラック企業でもさ、何かを積める、経験を積めたってことはあるじゃない。まあ、ブラックで積むことってあんまないと思うんだけど、積むことよりも辛いことが多いから。で、その子は、俺に、まあ、岡さんにね、いただいた仕事というか、岡さんから任せられた仕事なのか、まあまあ仕事にしとこう。仕事だから頑張ります、みたいな。給料少ししかもらえなくても、まあ頑張ります。ボランティアでも頑張ります、みたいな感じだったんだけど、いつしか彼の中で考え方が変わって、このままでいいのか自分はっていう。で、やれることならば、ちゃんとお仕事としてお給料をいただき、お母さんみたいにバリバリ頑張りたいって言ったんだけど、俺そこの仕事がメインじゃないんだよ。で、まあ、半数の人は多分俺の仕事を分かってて、聞いてると思うんだけど、俺のメインの仕事って、割と移動時間が多い仕事なのね。で、移動時間が多いから、そっちの仕事も手伝えるよとか、ちょっと隙間時間にその仕事手伝えるよみたいな。まあ、要は、副業が、なんとか隙間時間でできるよみたいなことなのね。で、メインが隙間時間の多い仕事みたいな感じ。移動時間の多い仕事。なの。で、まあその人は、ちょっと本格的に頑張りたいってことで、まあ上に相談したのって。で、俺はその上、上司っていうのと、まあ、仲いいんだけど、その人が、引き継ぎがあったのね。つい最近。もう2週間ぐらい前かな。1週間前。2週間ぐらい前かな。引き継ぎがあって、新しい担当になったんだけど、新しい担当がね、新しい担当で、割と、厳しいというかね、なんだろう。仕事人間なのよ。その代わり、実力がすごい、秀でてるから、元々の上司も秀でてるんだけど、そこに、なんかね、頼み込んだっていうか、自分もちょっと頑張りたいです、みたいな感じで。どうしたら、もっと、こう、なんていうか、仕事が増えるかな、みたいな。もっと自分が活躍できるかなみたいな感じで、質問したのって。で、まあ、おおよそね、厳しい意見を言われて、多少へこんだってたの。うわー、なんか、前の担当の方が優しかった、みたいなね。
でも、本人は、厳しいこと言われてるっていうのは、自分に才能があるからじゃないのっていう、まあ、半分正解、半分勘違いみたいな。うん。まあ、才能なければ言われないよねって。俺なんかさ、強いて言えば、才能ないっていうかさ、なんか、見込みない人間には言わない人だから、あ、もうこの人に言っても無駄だなとか、理解できないなっていう人には言わないってタイプなのね。あの、言った目だったら言わないよ、みたいな感じだから。馬の耳に念仏って言葉もあるじゃない。うん。ただ、馬の耳に念仏も、唱え続けてたらいつか、馬が理解するっていうパターンもあるから、役にしゃらずなんだよね。で、話が脱線したんだけど、その人がね、俺に対してさ、お母さん、ちゃんと、なんか、うん、仕事として、受けることになりました。だから、おお、よかったね、つって。で、まだ、なんか契約とかじゃないんだけど、今後ね、1ヶ月のお給料みたいなのももらえることになったんです。だから、マジか、つって。ほう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 、つって、そこまで行ったと思って。で、うん。ボランティアとしてじゃなく、ちゃんとした仕事としてですから、ああ、そうなんだって。まあでも無理しないでね、っていう。君のいい、あのペースでいいんだからね、とは言ってたんだけど、その子から、鋭い、なんだか、なんて言うんだから、あの、仕返しじゃねえや。あの、返事仕返ししたらおかしいな。鋭いカウンターが入って、カウンターって言ってもパンチじゃないよ。すごい面白い、なんか、あの、なんか、返答を期待したんだけど、俺は。なんか、あ、そうですね、みたいな感じで、バチバチあります、みたいな感じだと思ったら、いやー、このままじゃまずいと思ったんで、って。だんだん、置いていかれるじゃないですか、世間に、って言われたから、だな、って言ったもん。まあ、自覚あったんだと思って、世間に置いていかれてる。で、俺は、そいつが世間に、あの、置いていかれてるっていうのを、まあ、何人かいるのよ、俺の知り合いに、世間からちょっと置いていかれてるなっていう人は。自覚あったんだ、なら、まあ、少しできることから頑張ってみれば、と思うんだけど、まあ、そこを攻めたところで仕方ないじゃん。もう置いてかれちゃってる人間にさ、頑張ってさ、追いつきないよとか言っても仕方ないじゃん。追いつける人は追いつけるし、追いつけない人は追いつけないで。ただね、本人は、最悪の場合、まあ、どん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 、世間から置いてかれて、誰からも見放されたら終わりだなっていうことに気づいたらしくて、まあそりゃそうなんだけどね。で、本人が言うには、家族とかに見放されても、まあ仕方ないよね、みたいなところあるんだけど、お母さんに、もう相手にされなくなった時が、やべえなってことになったなって。で、んなこともねえと思うよ、おじさん。むしろ、あの、俺に、ね、相手されなくても家族が相手してくれたらいいんじゃないって言ったけど、いやー、うん、まあ、家族に相手にされないのも困るけど、お母さんに相手にされないのも困るって言って、あんま友達がいないんですだから、あ、そうなの大変だねって言って。人事かよって感じなんだけど。でも、やっぱりこうしてね、何か、あの、お母さんについていけるようにというかさ、なんか、認めてもらえるようじゃないけど、お母さんに、あの、あ、こいつはもうダメだなって思われないように頑張んなくちゃってたから、あ、そんな無理しなくていいよって。まだ君は、まだ若いし、まだいいよ、大丈夫って言った。あの、それで30、40とか超えてきて、あ、もうちょっと殺す手遅れだなってなったらやばいけど、まだ若いし、いいよって言ったの。さ、いや、もう自分も若くないっしょーとか言ってたから、まあ、若いか若くないかで言ったら、俺から見たら若いけど、うん。若くもないのかな、うん。でね、やっぱり追いつきたいっていう気持ちがあったから、別に追いつかなくても別にいいと思うんだけどな、って。人それぞれペースとか歩幅もあるし。でも、まあ、本人からしたら、なんか、うん、お母さんについていけるように頑張りたいって言ったから、別にね、俺がそこのメインの仕事で、その人の先輩とかじゃないからさ、別にそこの仕事で頑張らなくても他の仕事で頑張ってもいいんだけど、まあ、そこが転職だったってことでね。本人からしたら。で、こうして報告できたのも、やっぱりお母さんのおかげなんで、よかったら、今度、飯、行きましょうって言ったから、え、俺のおごりでって言ったら、いや、飯行きましょうって言って、お母さんにおごらせるわけないじゃないですかって言ったから、あ、そうって言って、あ、行くのって言って、マジで、君から飯をおごられるなんて、珍しいねって言って、一回もなかったよねって言って、ないですね、お母さんにおごってもらったことあったけど、ああ、なんか、成長したなーと思ってさ、そこで。うん。彼の口から、お母さん飯行きましょうよ、俺おごるんでっていう言葉が出てくるとは思わなかったから。まあ、数年後とか、数十年後とかに、そういう未来も、なきにしあらずかなと思ったけど、なんか、早くも、うん。なんか、成長途中ではあるんだろうなと思ったけど、なんか成長したっていうのが右に見えてるのって嬉しいなと思って、俺もね。まあ、見捨てたいとかね、見放したいとかは、しないだろうなと思ってたんだけど、ていうのはそういう危機感を持ってたっていうのは偉いと思う。だって中にはさ、今俺にさ、見放されてる、見捨てられてるっていう予兆を持ってる人が、全く気づかずにのほほんとしてるやつもいるからね。
でも俺は多分その人と離れても、何もその人は変わらないと思う。むしろ離れたからって、多分何も思わないんじゃないかな。なんで離れられたんだろう、嫌われたのかなとか、うん。っていうか多分ね、なんていうかな、能力的な問題もあるんだけど、まあ、なんだろうね、ほんと、いろいろ、まあ多分その人はこんなにね、俺のトーク動画見てないから、ただたまにね、俺のトーク動画見ては、たまにね、面白いね、解消してくるんだよ。お母さんってこういうゲームやっちゃうんすね、とかさ。そうね。なんだかんだって10分だね。もうそうそうで書かなくちゃいけない。でもなんかさ、俺の知り合いがね、成長したのを見ると、やっぱり俺もさ、関わってる人間としては嬉しいなと思ってさ。なんか、子供が、成長したのを見るといいなと思って。まあ、俺から見たらまだ、若いからな。つってもね、俺と、例えばだけど、10離れてるとかじゃないんだ。彼が今20歳ですとかではないんだよ。10も離れてない。まあ、人はね、変われるからね。ただ中にはさ、もう全く変われないっていうかさ、変わることは諦めちゃってる人もいるし、俺がもう、あ、こいつ無理だなって思ってる人もいるから、正直ね、無理だなって思ってる人間には、何言ったって仕方ない。でも人間、やっぱり、どっかで変われるタイミングがあればさ、ただ、人の話を聞けるかとかさ、人の話を理解できるかどうかだよね。そこだと思う。ターニングポイントは。まあそういう人間ってさ、なんか、話しても無駄だなと思っちゃうと、やっぱり話す時間もさ、減っていくし、あと基本的なことができない人ダメね。挨拶と感謝。これできない人はダメね。なんか、親しい間柄だからって、なんか挨拶ができなくなった感謝ができなくなったって言ったらもうおしまいだね。当たり前になっちゃダメなんだよ。ありがとうとかが。だって、ありがとうって言ってさ、気を悪くする人ってあんまいないじゃん。なんていうのかな。すごいさ、嫌味たらしいありがとうはさ、ムカつくかもしれないけど、嫌味たらしいありがとうって言ってもあんま聞かないけどな。まあ、てなわけで、ね、ちょっと話が長くなっちゃったけど、まあ、この話についてはね、質問とか多分特にいないと思うんだけど、なんかあったら聞いてください。でも、俺の中で、やっぱり、ここはこうしなくちゃなっていうのはさ、アドバイスとしては言ってるんだけど、まあ、兆しがある人間と兆しがない人間で分かれますな。で、兆しがない人間はどんどん離れていくから、しゃあないんだよ。俺が冷たいと思われても仕方ない。まあ、俺もやっぱりさ、時間に限りがある人間だから、今の耳に念仏唱えるからだったら、念仏唱えて、理解できる利口な人に念仏唱えた方がいいかなって思っちゃう。俺が坊さんだったらね。俺が坊さんではないから、違うんだけど。まあ、正直ね、俺もね、冷たいなって思われても、しゃあないなっていう。というところはある。まあ、俺が冷たいのか、相手が、冷たく、あしらわれてるのかよくわかんない。まあ、あえて言うならば、俺は多分そういう、ちょっと冷たく感じ、だっていう人たちに対して、アンチと同じ目線を持ってるのかもしれない。こいつに何言っても無駄だけどな、みたいな。なんか、この人に使う時間がもったいないみたいなね。のがあるのかもしれない。アンチと一緒にしちゃいけないけど。まあ、そんな感じです。話がね、長くなっちゃってね、何の話をしてたのって話だけど、まあ、伝わる人には伝わる。伝わらない人には伝わらないっていうことで、ね、以上です。それでは、聞いてくれてありがとう。あ、そうそうそう。もう、15分になっちゃうから、そろそろ終わらせなきゃいけないんだけど、なんだかんだで、5分オーバーだね。またちょっとね、一つ違う件でお話があって、その話をまた、そうだな、1週間以内にできたらいいかな。この話のね、続きとかじゃなくて、この話とはまた別の話だから、この話のことはそんなに重要じゃないんで忘れちゃっていいです。関係ない人は。で、自分も、候補者の一人だなとか、自分も、この話を聞いてて、何か思うところがあったとかいう人は、まあ、ちょっと考えてみてください。それでは、聞いてくれてありがとう。また明日も、あとでよろしく。